お前お前、ちょっとこっち来い。それ、10枚ずつ束にして。で、何があったんだ。手休めるなよ。17時までに持っていかなきゃいけないんだ。どうした？切ったのか？貸してみろ。俺、医者志望だし。小児科予定だからお前にぴったりだろ。じゃあ早く大きくなってみな。心の中にあるものに勝てよ。それですげえ絵を描け。待ってるからさ。よし、行っていいぜ。いいよ、ほとんど終わってるし。そっか、じゃあな。
気持ち押し殺しちゃダメだよ。君、絵描かなくなってから感情あまり出さなくなってる。指、もう大丈夫か？何があったか知らねえけど、お前なら自分の弱い部分に打ち勝つことができるはず。俺はそう信じてる。ヒロト。何ぼーっとしてんだ？まったく、お前はとろいんだから。このまま突っ立ってたら風邪ひくぞ。それもそうだな。で、何考えてたんだ？お前はいろいろ忙しかったもんな。よくやったな。そうだ、クリスマスの日何か予定あるか？じゃあちょうどよかった。そのまま予定開けておいてくれな。よく頑張ったお前にご褒美やるよ。好きなところに連れてってやるから、どこがいいか考えておいてな。いいからいいから、こういう行為は素直に受け取っておくもんだぞ。声かけたんだけどな、あいつんちみんなでスキー行くとか言ってた。なんだ、俺一人じゃ不満か。素直でよろしい。じゃあ当日は10時に迎えに行くから、準備して待ってるよ。
おっす。どうした？まだ準備できてないのか？よし、じゃあ行こうか。行きたい場所を決めてあるか？海って夏なんじゃないの？普通は。そりゃ真冬だし、冷たいに決まってるだろう。大きさ？そうだな。うわ、本当に冷てえなこれ。言うようになったじゃねえか。そっか、寒いけどあったかいっていうのはなんだか分かった気がする。海って大きいよな。広くて全てを包んでるんだ。そんな全てを包んであげられるような人間に俺はなりてえよ。特に俺のそばにあるやつを守ってあげられるように。腹減らねえか。そろそろ飯にしようぜ。さて、そろそろ帰るか。家まで送って行ってやるよ。いや、特にないけど、今日は早いうちに帰った方がいいから。あ、もしかして自分が何か気を悪くすることしたんじゃないかとか、そういうこと思ってねえか？そんなのお前の顔見てりゃすぐにわかるさ。でも誤解させるような発言しちゃったのは悪かった。ごめん。俺の勝手な都合なんだ。このまま一緒にいたら悪い虫が出てきそうだからさ。たく鈍いな。お前をどうにかしてしまいそうってことだよ。だから
今日はもう送っていくよ。いいや、俺も楽しかったから。じゃあまたな。良いお年を。お前をどうにかしてしまいそうってことだよ。真冬の海なんて初めてだったけど、楽しかったな。俺にとって最高に幸せなクリスマスプレゼントだったよ。サンキューな、ヒロト。最近のお前、どんどん可愛くなっていくな。お前の中で何かが変わってるわけ？それとも俺が日に日にお前に上がっているってこと？すげえ気になるんだけど、答えによっては俺嫉妬で何するか分かんねえよ。でもさ、一番気になってるのはお前の絵のこと。俺は何があっても俺の道を進む。もう決めていることなのに、それなのにお前がそんなんじゃ、俺お前を置いていけねえじゃん。頑張れよ。俺も応援してやるから。お弁当じゃないんだね。自分で作ってるんだ。すげえ。購買、まだパン残ってるといいね。ケータが行くと買い占められちゃうから急いだ方がいいよ。あ、ひで、俺は5個くらい買うだけで別に買い占めてるわけじゃ。
留学なくなるかも。どうしよう。どうしよう。私、嬉しいんだよ。リュウト、絶対落ち込んでるはずなのに、喜ぶだなんて、私、最悪だよね。今治さない病気を治せる医者になりたい。どうしたの？ぼーっとして、どこ行くの？こんなところまで来て。おいおい、落ち着けって。なんだよ、そんなに俺に会いたかった？そうか、ナチに聞いてもらう。お前の情報早いな。来いよ。ほら、これしてろ。お前が寒くねえならそれでいいの。ああ、情けねえ話だけど、家が揉めてさ。俺の母親が責められるんだよ。留学の話くれたの、母方の叔父だからさ。いい感じしてるじゃん。俺もそう思ってるよ。誰だ、やめるって言った？やめねえよ。俺は行く。叶えたい夢があるから。
お前だってあるだろ。わかってる。だからどうしようもなくなったら俺のところに来い。俺が面倒を見てやるから。そっか。